ここからは空をリポート、空リポ、気象予報士の田中里穂さんです。よろしくお願いします。お願いします。田中さん、はい、今日の新潟市は雲が多くてどんよりした一日でしたね。はい、そうですね。今日はすっきりしない天気で、はい、雨の降ったところもありました。さて、明日9月の19日は秋の彼岸入りとなります。はい、暑さ寒さも彼岸までと言って、うん、彼岸の頃になると暑さ寒さが峠を越えてしのぎやすくなると言われているんですが、はい、実際はどうでしょうか、うん、ということで、はい、週間予報を見てみますと、明日明後日は30度前後まで上がるところが多く、はい、特に明後日は真夏日のところもありそうです。そして3連休はですね、涼しくなるところが多い予想なんですが、これも一時的でして、連休明けは再び平年よりも気温の高いところが多くなりそうです。引き続き、ね、注意が必要になりますね。はい、昨日ですね、佐渡市ではこう、はい、ビニールハウスの中で80代の男性が熱中症で亡くなったと県が発表しました。はい、佐渡市の最高気温は昨日30度近くまであったということで、うん、農作業をするという方はまだ油断せずに対策をなさってください、うん、はい、まあ、厳しい残暑の日も、ね、まだありそうですから、そうですね、引き続き熱中症やあとは農作物の管理にもご注意ください。はい、さて、明日の県内は大雨のところがありそうです。雨の降り方を見ていきましょう。はい、こちらが今夜0時日付が変わる頃の予想なんですが、県内広い範囲で雨となるでしょう。で、動かしていきますと、その後も雨が続いて通勤通学の時間帯は本降りのところがありそうです。はい、そして日中も雨や雷雨となり、昼前後は発達した雨雲が通過して大雨となるところがあるでしょう。夕方以降は雨の範囲が狭くなる見込みですが、夜もこのように所々で雨となりそうです。はい、ということで、明日の雨のピークは朝から日中となりそうでして、明日午後6時までの24時間降水量は下越で100ミリ、上越、中越、佐渡で80ミリの予想となっています。で、この予想よりも雨雲が発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水などに注意警戒をしてください。はい、